タッピー岬にやってきました。ここが道の駅の駐車場になってるようですね。であれがタッピー岬のモニュメントですね。津軽国定公園岬、津軽海峡冬景色の歌謡碑がありますよ。おばあさん、やっぱりこれがかからないとダメやね。落ちたらかかる。そうそう。やっぱりこれがかからないとダメやね。落ちたらかかる。そうそう。ですよ。実は車で通行禁止の国道、日本で唯一だそうです。339号線ですね。でも下って書いてる。はい、339号線、今走ってきたのが339号線なんですけれども、ここで切れてるんですね。で、実はこの階段をずっと行くと下に339号線が続いてるんですよ。で、この階段が国道扱いになってるという。これです。はい、この説明があります。現在地がここで、はい、道の駅ですね。で、これをずっと降りていったところが339号線の向こう側の端っこなんですよね。で、これが国道扱いで、日本唯一の車が通ってはいけない国道と。はい、階段国道、ちゃんと国道マークがあります。え、降りないの？降りようと言ったらおばあが怒っております。しかし先に立って降りていこう。ば、さすがだ、さすがおば。で、そら行かないでしょう、我々ぐらいですよ。で、また登ってくる。そうです、また登ってきます。私これをやりに来たんだもん。で、なかなか登りが大変だということで聞いております。でも、もう見えたよ。おばあがここでやめようと言っております。降りてきたようですよ。行きはよいよい、帰りは怖いってやつですよね。はい、やりました。はい、階段国道全部降りました。はい、ここまではまあ誰でも来れますよね。問題をここから戻ることです。はい、こんな感じです。では戻ります。あ、疲れた。ここまでで7分ぐらいですか。あ、登り切りました。あ、疲れた。では展望所に上がります。
これは村道だそうですよ。階段村道。オーバーが起こっています。国道の方はさすがに整備されてましたが、村道の方はかなり生い茂ってますね。でももう到着かな。はあ、大阪いた。かなりね風が吹いて肌寒いはずなんですが、これだけ登ると汗かきました。はい、はい、駐車場もありました。はい、灯台まで上がってきました。向こうに見えるのが下北半島ですね。明日行く、明日は何でしたっけ、あ、恐れ山、恐れ山の宿坊で泊まります。これで龍飛崎灯台、はい、1932年点灯だそうです。あ、もう明かりついてますね。じゃあ展望台に到着です。疲れた。津軽半島とピザキ、じゃじゃーん。はい、向こうに北海道も見えてます。函館山が見えてるんですね。あの雲の中かな、そんな感じですね。はい、はい、こんな感じでした。いや寒いんですね。アジサイまだこの状態ですよ。駐車場まで戻ってきました。ここまでで 1.4キロ28分、累積標高差が110メートルでした。いや、もう待てました。疲れた。じゃあ移動します。